ベンジャミン・ブライアントーマス・ワットことベン・ワットは、イギリスのミュージシャン、歌手、ソングライター、作家、DJ、ラジオパーソナリティ。エブリシング・バット・ザ・ガールの一人として有名。ロンドン、メルル・ボーンで生まれ、バーンズで育ち。スコットランド人のジャズバンドリーダー、アレンジャーのトミー・ワットと、ショービーズライターのロマニー・ベインの息子である。4人の兄弟がいる。 1981年、インディーレーベルチェリーレッドでレコーディングを始める。ファーストシングルのキャントは、ケビン・コインがプロデュースを手掛け、リチャード・アレンがビオラとタンバリンでフィーチャーされている。1982年、2枚目にリリースした5曲、EP のサマー・イン・トゥ・ウィンターでは、ロバート・ワイアットをバッキングボーカルとピアノでフィーチャーする。1983年、 デビューアルバム、ノースマリーンドライブをリリースし、UK インディペンダントアルバムチャートトップ10位を果たす。その後ソロ活動をやめ、トレイシー・ソーンとエブリシング・バット・ザ・ガールを結成。エブリシング・バット・ザ・ガールはイギリスで8枚のゴールドアルバムと1枚のプラチナ・アルバム、そしてアメリカ合衆国では1枚のゴールドアルバムを獲得。1995年、 ミッシングが USB リボードトップ100で2位を獲得。2000年エブリシングバットザガール活動休止以降、バットはアンダーグラウンドエレクトロニックミュージックの世界に DJ、そしてレコーディングアーティスト、プロデューサーとして入る。この時期にバットはローンキャットやサナンダ・マイトレイヤーをフィーチャーする A ストロンガーマン、エステルをフィーチャーするポップ。 エイキャプチャー、インヨアスも収録されている、ウトスポケン EP パート1、ジャスト、エイブリップ、ギニアピックなどをリリース。2014年、ワットは、フォークジャズのルーツに戻り、スウェードの元メンバーであるバーナード・バトラーを含む、新しいバンドと共に1983年以来発のソロアルバム、ヘンドラをリリース。ベルリンを拠点とするプロデューサーのユアン・ピアソンと、 ピンク・フロイドのデビッド・ギルモアも制作に携わる。アルバムは2014年に設立した自身のレーベルアンメイド・ロードからリリース。アルバム、ヘンドラのサポートとしてイギリス、アメリカ合衆国、日本、オーストラリアのツアーを含む60以上の公演を行う。2014年の AIM Independent Music Awards でベスト、ディフィカルとセカンドアルバムを獲得。 2014年、アンカットのトップ75アルバムで27位を獲得。ローリングストーンでは2014年ベストアルバムで2位を獲得。国内雑誌でも2014年のベストアルバム3位と記載された。2016年3枚目となるソロアルバムフィーバードリームをリリース。ロンドンにあるロックスタジオでセルフプロデュースしたこのアルバムでは、 バーナード・バトラーの他にヒス・ゴールデン・メッセンジャーの MC ・テイラーやシンガーソングライターのマリッサ・ナデラーをゲストとして迎える。アンカットでは9、10のレビューを獲得。ガーディアンのレビューでは4つ星を獲得し、50代前半にして彼はキャリアで一番良い音楽を制作しているとコメント。ワット発の回想録、ペーシェントでは、 自身が1992年にエブリシングバットザ・ガールのアメリカツアー中に発症したチャーグストラウス、症候群とその経験について書かれている。デイリーテレグラフのミック・バウンは回想録について経験の恐ろしさ、皮肉な面白さ、そして凄まじい感動が驚くほど確実に書かれている。集中治療の辛さと屈辱を経験する人は多いが、その経験について ここまでも鮮やかで明快に書く人は少ないと述べる。ニューヨークタイムズの注目すべき本、サンデータイムズのブックオブザイヤー、ビレッジボイスのリテラリーサプリメントフェイバリットブックオブザイヤーにリストされ、ウォーターストーンズのベストノンフィクション賞のファイナリストとなった。2作目の回想録、ロマニートムは2014年にブルームズベリー出版社から出版された。ガーディアンは、 センチメンタルでもネイモーでもないが賢く、段落ごとに面白さと感動が引き出され、数々のワットのレコードに匹敵する作品となっている、と記載する。ロサンゼルスレビューオブブックスは、ワットは現実の感覚を息を飲むほどはっきり、美しく、明確に表現していると述べる。2014年9月には、サミュエル・ジョンソン賞の候補に入った。ワットは妻で、 共同作業者でもあるトレーシー・ソーンと共にロンドンのハムステッドに住んでいる。1981年に春大学で出会った二人は27年ともに過ごした。あと2008年に結婚。1998年に双子の娘ジーンとアルフィーが生まれ、2001年には息子のブレイクが生まれた。ありがとうございます。